双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町、双葉町民の皆さんへさまざまな情報を発信している双葉町情報 FM いわき発。まずは双葉町役場からの情報です。はじめに教育総務課から婦人学級生活学級についてのお知らせです。婦人学級生活学級は双葉町民の方ならどなたでも参加できる学級ですので、お気軽にご参加ください。7月6日月曜日、郡山市タンポポ学級は午後1時30分から千段広場においてヨガ教室を開催します。また7月7日火曜日、福島市千段婦人学級は午前10時からアクティブシニアセンター青瀬において陶芸教室を開催します。同じく7日火曜日、白河市白河生活学級では午前10時から閣内第二応急仮設住宅において紙芝居教室を開催します。また7月8日水曜日、白河市ひまわり婦人学級は午前10時から人材育成センターにおいて料理教室を行います。同じく8日水曜日、いわき市北桜婦人学級では午前9時からいわき市文化センターにおいて料理教室を開催します。また7月10日金曜日、いわき市南生活学級は午前10時から町民交流施設フタパークにおいて紙芝居教室を開催します。皆さんの参加をお待ちしております。詳しくは教育総務課障害学習係、電話0246-84-5210 番までお問い合わせください。続いて健康福祉課から後期高齢者医療非保険者証の更新についてのお知らせです。現在お持ちの後期高齢者医療非保険者証の有効期限が平成27年7月31日までとなっております。平成27年8月1日以降の非保険者証について7月下旬頃に役場に届け出のある避難先住所に郵送いたしますので、新たに申請の必要はありません。届け出のある避難先住所に変更のあった方は7月10日金曜日までにご連絡ください。連絡が遅れますと保険証を交付できない場合もありますので、ご注意ください。非保険者証は簡易書き留め郵便で送付いたしますので、配達時にご不在の場合は郵便局に一時保管されます。再配達については郵便物お預かりのお知らせに記載の連絡先へお問い合わせください。郵便物の保管期間は1週間ほどですので、お早めにお問い合わせください。なお、非保険者証を送付する封筒は双葉町のものではなく、福島県後期高齢者広域連合と記載のある封筒になりますので、お間違いのないようにしてください。おしまいに、教育総務課から双葉町立学校授業公開についてのお知らせです。双葉町立学校は開校後2年目を迎え、
たくさんの方々に双葉町立学校の建物や少人数教育の現状、ICT 機器活用などの良さをご理解していただくため、7月13日月曜日午後1時30分から2時20分まで、双葉中学校2学年の英語の授業を公開いたします。授業公開に参加を希望される方は、人数把握の関係上、双葉町教育委員会電話0246-84-5210番までお申し込みください。なお、双葉町立学校仮設校舎の駐車場には限りがありますので、できるだけ相乗りでのご来校をお願いいたします。また、シューズやスリッパなどの上履きをご持参ください。以上、この時間は双葉町役場からの最新の情報をお伝えしました。続いて今週はアルファ健康館代表の富澤正人さんにお話を伺いました。それでは今日のこの時間は双葉町ご出身の富澤正人さんにお話を伺います。富澤さん、こんにちは。あ、こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。富澤さんは平成21年に双葉町にカイロプラクティックのお店をオープンさせているんですよね。はい、そうです。震災があった年を考えると2年も続けていることはできなかった状態ですよね。そうですね、はい。お店の名前をご紹介させていただくと、はい、アルファ健康館。はい、そうです。この健康感って音だけで聞くとね、はい、健康不健康の健康だと思うと思うんですけれども、ね、はい、健康の香が香りという字になってるんですよね。はい、なんかすごく明るくて華々しい感じがして素敵な名前だなって思ったんですけど、はい、ありがとうございます。この香りっていう感じにしたのには何か理由があるんですか？はい、前職がそういうこの匂いを作る仕事をしてたっていうのは、この、前の前職を忘れない、20年それに従事してましたんで、はい、それをこう、語呂合わせで入れたっていう形ですね。もともとのお仕事、20年勤め上げたお仕事っていうのは、香りを作る、どんなお仕事なんですか？食品用の香料で、いちごの匂いであったり、はい、飲料のサイダーの匂いであったり、コーラの匂いであったり、そういうフレーバーを作ってました。口に入れるもの、食品ですよね。そうですね、口に入れるもの全般ですね。そういうお仕事を調香師って言うんですか？はい、そうですね、調香師も2種類あって、食品用の調香師もフレーバリスト、香商品、化粧品用の匂いを作ったパフューマー。へー、かっこいい。かっこいいです。ちょっとかっこいいですね。ねえ、もともと小さい頃から匂いに興味があったとかですか？匂いというよりは料理をするのが好きだったんで、食べることが好きだったんで、うん、そういうのとこからやっぱ興味があったのかなと思いますけども。いや、本当は料理関係のお仕事に就こうかなっていう考えはあったんですか？そうです。ただ、大学に行くことによって、やっぱりその、料理学校に行くっていうその道はやっぱり閉ざされてしまったっていうか、だからそういう面でこのいいこの職業、大学卒業するときにないかなっていう、たまたまそういう香料会社の調香師っていうこの仕事を探して、この天秤の上で料理ができるって、なるほど、はい、一石二鳥三鳥ぐらいのね、お仕事に、あと、自分の意思がそこに入りますんで。そうですね。そして大学でしっかり勉強したことも生かされるわけですもんね。はい、そうですね、半分以下ですけども、会社に入ってからのことは、8割9割になりますけれども、はい。そして20年勤め上げた上で双葉町にね、戻ってこられて、平成21年にカイロプラクティックのお店をオープンさせました。その後震災がありまして、もちろん避難生活になったと思うんですけれども、その間っていうのはどんなことをされてたんですか？避難生活で、横浜の方に行きまして、そこで1年5ヶ月避難してたんですけど、その中の1年だけはこの、全然もう畑違いなんですけども、お芝居の
普及活動をしている、まあ、日本の第一人者なんですけども、はい、うちの後輩が、はい、まあ、あの NHK の E テレとかでもあの先生として出てることもある結構有名人なんですけど、はい、そこの会社に1年あの雑用兼研究員みたいな形でお手伝いをさせていただきました。そして、まあ、あの1年5ヶ月、まあ、避難生活を神奈川でされてから、はい、まあ、いわきに平成24年に、はい、お店をもう一度ということでね、はい、出されました、まあ、この勇気も素晴らしいなと思うんですけれども、はい、何かこういわきとは縁があったんですか？やっぱりこう、うちの家内のご両親がいわきにこう、まあ、の老人ホームに入ってたんで、そこにやっぱり、はい、置いとくわけにいかないので我々が戻ってくるしかないっていうのがありましたんで、うん、あとあの双葉町に位置的に近いっていうので、うんうん、まあ、あのいわきがいいかなと思います。そうですか。そして平成24年のことですからもうすぐ3年になりますよね。そうですね、はい、うん、現在里ヶ丘2丁目にアルファ健康館ありますが、この3年というのはどんな時間の流れでしたか？はい、もうあっという間ですね。なんか日々毎日、まあ、一生懸命やるしかないんですけども、うんうん、やっぱりこの内容自体がやっぱこうまだ理解されるのがこのカイロプラクティックっていう業種の理解というのがやっぱりされてないっていうのがあって、うん、やっぱりこうゆっくり、まあ、患者さんが増えてるって感じですね。うん、あ、カイロって聞くと、はい、どうしてもこうボキボキボキっていうイメージありますよね。そうですね。そういう感じではないんですか？まあ、一般的に学校で教えてる内容なんで、うんうん、はい、まあ、私もそういう主義は正直できます。双葉町でやった時には正直それでやったんですね。はい、でもいわきに来る時にはそれをもうほぼ捨てました。はあ、封印したわけですね。1年5ヶ月の間に東京で、まあ、もう一回この時間を私にいただいたんで、はい、それも勉強もしました。こう、はあ、今はでは全く違う技術を提供してらっしゃる。そうですね。だからあの双葉町で来た方が来るとちょっとえって感じ最初受けますけども、そうで、他にはない技術の提供ということ で、 そうです、ね、まあ、特殊なこう器具を使って体の表面 の、はい、の反応を一個一個消していくっていう方法を取るんですね。そうすると、うん、あの垂直に立たせる、はあ、まっすぐ立つと人間というのは自然治癒力が最大に発揮するんですね。富澤さんの写真を今見てるんですけど、はい、姿勢いいですね。そうですか、ありがとうございます。こうなりたいと思っちゃいますね、本当にね。あの無意識に立てないといけないんですね。意識して、あ、そうかそうか、まあ、学校 で、 で、ね、あの、うん、姿勢を正してくださいっていうのはダメなんですね。うんうんうん、無意識に立たせる、まあ、そういうことを今やってらっしゃるわけですもんね。そうですね、はい。あとあのお声が富澤さん明るいのできっとおしゃべりも上手なんでしょうね。はい、いいですね、まあ、普通に喋りますけども。お話に来られるお客様もいらっしゃるんじゃないかなと想像ですけど、はい、あのやっぱり被災者の方が結構多くて、やっぱりこの被災者の間のこう悩みとかっていうのも、うん、まあ、精通しながらお話ししてるっていうのは、うん、まあ、一つの仕事ですけども、うん、あの元気になりそうな感じがしますが、今後の目標を教えていただけますか？そうですね、やっぱりいわきに来たんですが、やっぱりいわきでやっぱり皆さんにこう頼られるこの、うん、こういう生態のお店にしたいなとは思ってます。はい、いわきの皆さんにもね、どんどん足を運んでいただきたいですね。はい、はい、まずはその一歩を踏み出すところ、はい、皆さんアルファ健康館ぜひ覚えていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。今日は富澤雅人さんに伺いました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。